春、月の影、静かに揺れる小さき花。日差しを浴びて淡く紅さす小さき花。あてもないのにさまよえば、
漂うカモメ通り。遥かカモが
と出かけた海岸線を裸足で歩いた。ずっと前の方を娘が歩いてく。もう追いつくことできないだろうな。休日お出かけパスで新松戸ホームで待ち合わせ。各駅停車を乗り継いで東金駅で降りた。ひなびたバスの運転手が行く先を尋ねる。未だにどこへ行けばいいのか分かりゃしない。春の列車は二人を乗せて外房の風を払わせながら走ってゆくのです。一駅ごとに一枕木ごとに窓の外の桜が花びらを散らす。九十九里浜へ娘と出かけた。海岸線を裸足で歩いた。どこまでも続く砂浜、空に溶けてゆく。埋めきれない思いも空に溶けてゆく。
今週ラストの生放送でございます。はい、どうもお世話になります。千葉県野田市チキチキ情報局、千葉県東金市キラキラ情報局、局長&しゃべる管理人。それでは皆さん、今夜もご唱和よろしくお願いいたします。いきますよ。夜の市長、みなぎる男、ビッグマグナムファンキー利根川でございます。6月9日金曜日、夜8時26分50秒になったところでございます。地域情報発信バラエティファンキー利根川、お気持ち大人の夜の8限目。この番組は千葉県野田市、千葉県東金市およびその近隣地域の今日あった出来事やいろいろな情報を生放送でお届けするリスナーさん参加型地域情報発信番組です。今夜も千葉県柏市ニューチキチキスタジオより、全国そして全世界に向けて生放送でお届けしてまいります。はい、どうも改めましてこんばんは、ファンキー利根川でございます。いつもリアルタイムご視聴&リアルタイムコメント、アーカイブご視聴、いいねシェア、情報発信、情報拡散、イベント参加、献血参加、積極的な板への書き込み、積極的な一言つぶやき、本当にどうもありがとうございます。感謝しております。本日お誕生日の皆さん、おめでとうございます。拍手。この番組は生放送で Facebook、Instagram、StandFM、ツイキャス、Twitter、アーカイブ、動画アップで YouTube、オフセ、ポッドキャスト、音声配信で Anchor、Apple Podcast、Google Podcast、Spotify、Spoon、Amazon Music、WordPress、以上14プラットフォームより全国そして全世界の皆様にお届けしてまいります。金曜お気持ちでございます。今夜もよろしくお願いいたします。なんかあっという間のね、あっという間っていうわけじゃないですけど、今週はだからあれだよ、水曜日ほらちょっとお休みしちゃったので、月か、木金4回しかやってないんだよね。だからなんかね、あっという間に来ちゃったんですけどね。あ、まあ日曜日は司法を読む放送とか、まあもし元気だったら夜も、やるかやらないかちょっと考えてますけどね、まあいいけど、はい、まあ、そんなわけで、今週一応ラストということでね、金曜日、皆様におかれましては1週間お疲れ様でございました。いやー本当に梅雨入っちゃったからね、もうなんか、まあ、先週、ね、ぐらいから結構雨降ったりっていうので、これからねムシムシジメジメという、まあ、そんな時期ということで、いまいちなんかこうねパッとなんかしない感じはあるよね。なんかこうイベントなんかもさ、やっぱり雨降らねえかななんてこうドキドキしながらこうやらなきゃいけない。まあ真夏になったら真夏になったらさ、暑くてどうすっかなんていう、そんなことも考えながらねやらなきゃいけないんですけどね。まあどのぐらいなんだろうな今年の梅雨はね、まあ1ヶ月ぐらいあんのかな。7月のね、まあ前半ぐらいまではあるのかななんて思いますけどね。
あんまり雨は好きだ、まあ雨降るよりはまあ暑いか寒いかの方がいいかなという、そんなファンキー利根川でございます。はい、まあそんな感じでね、番組の方は、今週4回目ということで、まあ今夜はちょっと明日ね朝早めなので、申し訳ないんですが、ちょっと今日はね、早スタート、そうでもないんだよね、いつも8時からやってたからさ、ね、それを考えれば30分遅いですからね。まあそんなわけであんまり遅くならない程度に今日はやっていこうかなというふうに思っていますので、皆さんどうぞ今週ラストでございますのでね、リアルタイムコメント、なので、ビシビシ、ご参加いただければなと、そんなふうに思っています。はい、じゃあ行くか、ね、じゃあ本当に今夜も、全国そして全世界の、青少年、良い子青少年たくさんお集まりいただいておりますのでね、まずは出席から取っていきましょう。皆さん大きな声で返事よろしくお願いいたします。あんまり返事小さいと返事小さいと通知表あんまり良くないからね、ちゃんと返事しましょうと、あったよね、あれは小学校の頃、成績のさ別にさなんかなかった、なんか積極的に何かに取り組めるとかさ、あとなんだか忘れちゃった、なんかそういう、なんつうの、日常生活の基本的生活習慣みたいなやつのさ丸×だか、なんだか忘れちゃったけど、なんかそういうのもさ通知表に書かれてた記憶があるんだけどね、ちょっと忘れちゃった、覚えてる人いたら教えてください。はい、成績の他にね、まあいいや。はい、じゃあ今日も出席取っていきますよ。はい、今夜も5プラットフォーム生放送でお届けしておりますのでね、はい、じゃあ今夜は、いきましょう、インスタグラムライブリアルタイムご視聴どうもありがとう。お初かな、ロビンソン八幡さん、リアルタイムご視聴どうもありがとう。こんばんは、お疲れ様です、よろしくお願いします。千葉県野田市とか千葉県東金市とか、あとその周辺地域の今日あった出来事とかいろんな情報を生放送でお届けしているファンキー利根川お気持ちという番組です。よかったらリアルタイムコメントを送ってください。八幡市の情報も、ビシビシ募集しておりますよ、よろしくお願いします。リアルタイムご視聴どうもありがとう。インスタグラムライブ、ともや、キッチンさん、あれ、ともずキッチンさんじゃないの、こんばんは、お疲れ様です、 from インスタグラムライブ、リアルタイムご視聴どうもありがとう、ご無沙汰しています。はい、ともずさん元気ですか。ファンキー利根川はから元気です、よろしくお願いします。はい、じゃあ行きましょう、スタンド FM これからですね、ありがとうございます。あ、そう、今日ね番宣入れたつもりがなんか入ってなくて、申し訳なかった、はい、スタンド FM これから、そしてツイッターライブもこれからでございます。はい、そしてツイキャスもこれからでございますね。はい、それでは Facebook ライブ、皆さん大きな声で返事よろしくお願いします。リアルタイムご視聴どうもありがとう。伊坂正則さん from 名古屋、地元は野田の下町、こんばんは、お疲れ様です、よろしくお願いします。リアルタイムご視聴どうもありがとう。岡田勲さん、こんばんは、お疲れ様です、よろしくお願いします。リアルタイムご視聴どうもありがとう。安野俊夫さん from 東金、こんばんは、お疲れ様です、よろしくお願いします。岡田勲さん、リアコメ、
視聴リスナー皆さんこんばんは、お疲れ様です。今週ラストライブになってしまいましたということで、ね、はい、ありがとうございます、ね、リアルタイムご視聴どうもありがとう。奥義メリープ陽子ちゃんこんばんは、お疲れ様です、よろしくお願いします。メリープ陽子ちゃんリアコメこんばんは、視聴陽子ちゃんこんばんは、お疲れ様です、よろしくお願いします。はい、そしてリアルタイムご視聴どうもありがとう。ともゆきさんこんばんは、お疲れ様です、よろしくお願いします。ともゆきさんリアゴメこんばんは、お疲れ様です。はい、ともゆきさんお疲れ、1週間ご苦労様でした。はい、そしていきましょう、リアルタイムご視聴どうもありがとう。野田明宏くんこんばんは、お疲れ様です、よろしくお願いします。野田くんリアゴメこんばんは、野田くんこんばんは、お疲れ、よろしくお願いします。リアルタイムご視聴どうもありがとう。キキツマサフミさんこんばんは、お疲れ様です、よろしくお願いします。リアルタイムご視聴どうもありがとう。山田翔海千葉さん from 茂原市、山田にんにくんこんばんは、お疲れ様です、よろしくお願いします。山田にんにくんリアゴメこんばんは、山田さんこんばんは、お疲れ様、よろしくお願いします。にんにくんリアゴメ、晩ご飯作っています。ああ、これからですか、はい、ありがとうございます。岡田勲さん視聴コールどうもありがとう。ともゆきさんもありがとうございます。はい、山田にんにくん世界を視野に入れている視聴ですね。そうです、もうファンキー利根川は世界です、ね、本当に渋いこと言ってないからよ、東金だけとか野田市だけとかよ、なんかそんな、なんか渋いことは言わない、ね、やっぱり全世界に向けて発信していく、ね、まあなかなかね難しいんですけど、でもやっぱりこう気持ちはね、やっぱり大きく、視野は広く、アンテナは高く、ね、張っていかないといけないかなという、そんなところでございます。リアルタイムご視聴どうもありがとう。黒川とっこちゃんこんばんは、お疲れ様です、よろしくお願いします。はい、とっこちゃんリアゴメ、あーまだだごめんね。はい、岡田勲さんリアゴメ、珍しい、今夜は外食じゃないんだ、そうなの、はい、黒川とっこちゃんリアゴメこんばんは、とっこちゃんこんばんは、お疲れ。山田翔海千葉さんにんにくん、黒川さんこんばんは、ポテトサラダ作りましたな、すごいね、うまそう。はい、安野俊夫さん from 東金リアコメこんばんは、お疲れ様です、ということで、はい、山田さんお疲れ、安野さんお疲れ様、よろしくお願いします。リアルタイムご視聴どうもありがとう。川島良一さん from 三無市こんばんは、お疲れ様です、よろしくお願いします。岡田さん、はい、視聴今夜もよろしくお願いしますということで、ね、はい、黒川とこちゃん、山田総紹介さんは私の好きなメニューということでね、ポテトサラダやってる。で、やると、川島良一さんリアコメフロム三節こんばん、お疲れ様です、今夜は早い放送です ね、今ハートチップル食べながら聞いています、ニンニクパワー、ハートチップル美味しいよね、ニンニクプンプン、あれだよ、黒ニンニクなくなっちゃったよ、ね、ファンキー利根川パワーの源黒ニンニク、またちょっと手に入れていこうかな、ね、はい、安野さんリアコメ、昔学校給食のポテトサラダには干しぶどう入っていたのが嬉しかった、あ、そう入ってたね干しぶどう、ああそんな記憶あるよ、あのね確かね、記憶だと
野田市立宮崎小学校の給食はポテトサラダに薄いなんかリンゴが入っていったようななんかそんな記憶はあるんだけど、ね、どう菊池さん覚えてない小学校の時のポテトサラダ。年代違うからなちょっとね菊池さんとはね。なんかファンキー利根川の時はねなんか薄いリンゴが入ってたような気がしたんだけど。はい、黒川とっこちゃんリアコメ、今日は久々銀座に行き1万歩すごいね歩いてきましたという。はい、お疲れ様でしたとっこちゃん。安野敏夫さんリアコメ、ハートチップルを売ってるところ少なくなってきたよね。あ、そうなんだ。あんまりね気にしてなかったけど、なんかどこにでも売ってんのかなって思ってんですけどね。ハートチップル、そんなこと言うと食いたくなるよね。はい、まあそんなわけで、皆さんもね、元気に、今夜もお集まりいただいておりますのでね。じゃあ今日は少し巻きで喋っていこうかなと、そんな風に思っています。はい、岡田さんリアコメ、ん？リンゴ入っていたね。あ、ねえリンゴ入ってたよね野田の給食。うん、はい、菊池さん、野田市給食センターやり方ですねサラダ、菊池さんも覚えてる？入ってた？ねえ、なんか薄いリンゴなんかね、そんな記憶はあるんだけど、うん、ね、小学校の時のポテトサラダ、なんつうの、ああいうアルミっつうのかな、のなんていうの、こういう容器に入ってきてさ、それでこういうお玉みたいのでさ、こうやってすくってお盆みたいのにさ、タンタンタンってさ、ポテトサラダをこうつけてくれるんだよ。タンタンタンってやるんだよ。ねえ、なんか思い出しちゃったね。はい、まあそんなわけで懐かしい話なんかしながらまた今夜も盛り上げていきたいなというふうに思っています。はい、それでは行きましょう。6月9日金曜日のファンキー利根川お気持ち大人の夜の8限目、今夜も最後までよろしくお願いします。地域情報発信バラエティファンキー利根川お気持ち大人の夜の8限目、今夜も生放送でお届けしていきます。はい、週の終わりの金曜日の放送ですよ。皆さん元気出していきましょうね。はい、Facebook ライブリアコメ、ね、オープニングから盛り上がってますね。安野さんリアコメ、小学校のポテトサラダには干しぶどう以外にもリンゴとみかん入ってましたということで、あーみかんも入ってたかな、あの甘みかん的なやつね、なんかそんな記憶があるかもしれないね。うん、色合いで入ってたのかなみかんね。安野と、ごめんなさい、黒川とっこちゃんリアコメ、安野さん給食良いですね。私の時代は給食なかったな、お弁当を持って行きましたなんて。お野菜かな、あまり、ないから、みんな、ん？あ、何？あ、おかずか。え？
があまりないからみんな隠して食べてましたよと。ああ、そうなんだ、ね、あのさ、高校の時にさ、クラスにいたんだよ。なんかね、絶対にお弁当を見せないやつっていうのがいたんだよ。高校1年時かな、確か。もうね、是が非でも見せないっていうやつがいたの。なんかね、いつもね、こうやって隠して食ってんの。教科書とかさ、こう、なんていうの、立てて、俺で、こう、孤立してさ、俺らは、なんか、女の子たちとかとさ、こう、ワイワイやって、まあ、ファンキー・トネガーは、ちょっといろいろ、事情があったので、高校の時は、一人暮らしをしてたんですよ。だから、あんまり、お弁当っていうのは持ってった記憶はないんですよ。確か。まあ、たまには、実家に寄って、お弁当を取ってさ、行ったっていうことあるんですけど、大体なんか購買でパン食ったりとかさ、なんかそんな確か記憶があってさ、あとね、お弁当は、いろんな人にのやつつまんだりとか、なんかそんな記憶あるんだよな。だからさ、全然ほらね、お弁当を持ってくるだけでおかずはとにかくさ、羨ましいなというかね、いいなーなんてこう思ってたんですけど、そいつはね、弁当をひたすら隠すんですよ。なんだかよくわかんないんだけどね、そんなやついましたけどね。そうですかね。はい、山田翔海さん、黒川どこちゃん、安野さん、サラダに干しぶどうを、嫌いなので、あ、そうなんだ、ニンニクのスライスがたっぷり入っていますよね。もう山田さんもニンニク食べて元気ですね。よろしくお願いします。リアルタイムご視聴どうもありがとう。岩橋博之さん from 流山、こんばんは、お疲れ様です、よろしくお願いします。そして、これはインスタライブリアルタイムご視聴どうもありがとう。ん、王様、野田2さん、王様野田かな、わからない、王様なのかな、王様、野田2さん、リアルタイムご視聴どうもありがとう。こんばんは、お疲れ様です、よろしくお願いします。はい、あーごめんね、 Facebook ライブスライドショー流してなかったよ。はい、ごめん。同じくインスタライブリアルタイムご視聴どうもありがとう。小沢玄雄さん from 勝浦、こんばんは、お疲れ様です、よろしくお願いします。勝浦の古い仲間です。小沢玄雄さん、お寺のお坊さんやっていますね、真面目です。はい、勝浦からもありがとうございますね。もう最近あれだよ、お前ファンキー利根川、今までほらずっと柏とか流山とかさ、まあ野田ね、野田柏流山松戸あたりをこう縄張りでやってきたんですけど、ここのところね、キラキラ始まってからさ、去年一昨年その前ぐらいから、東金三務、ね、この間は大網白里、茂原、そしてこの間いすみで、久しぶりに今度勝浦、夏には勝浦、ね、だんだんとファンキー利根川の縄張りが広がっていきます。皆さんよろしくお願いします。そうだよ、頼みますよ、もうあれだから、もう申し訳ないですけど、ファンキー利根川県知事狙ってるから嘘です、それはない。はい、ありがとうございます。何言ってんだ。はい、勝浦から小沢玄雄、リオメ、こんばんは。はい、こんばんは、お疲れ様です。あれなんだよ、みんな後で見といてよ。インスタの方の、この勝浦の小沢玄雄さん、ね、お坊さん、
あのアイコンの写真がもうね満遍の笑みです、ね、もうすごい、もうさすがです、ね、もうやっぱり見習わないといけない、ね、もうファンキー利根川みたいなこの煩悩の塊、ね、もうどうしようもない、ね、もうこんな笑顔は出せません。ファンキー利根川的にはね、見習っていかないといけないな。はい、言語よろしくお願いします。なんか夏になんか呼んでくれるみたいなんだよね、また遊びに行けるかな勝浦、山田さんあたりあの巻き添え食わせようかなと思ってますけどね。勝浦で綿菓子負けよっていう、なんかそんな流れになるのかな。はい、まあいいや。はい、Facebook ライブなんかね、お友達が続々と来ていますね。青少年ね、皆さん、今夜もありがとうございます。ともゆきさん、リアゴメ、今日も家帰宅して聞いてます。あー、お疲れ様でした。はい、よかったです。川島良一さん、フロム山武市、山田生涯千葉さん、私も干しぶどう嫌いで、あ、そうなの。マカロニサラダ、ポテトサラダに、ブドウ、リンゴ、みかん入っているサラダは嫌い。そうなの。ファンキー利根川はね、逆になんかあの彩りっていうかさ、あの味の変化というかで入ってる方が好きなんだけど、あ、最近は売ってるやつは入ってないよね、うん、ね。そうですか。ちょっとこう甘めな感じのポテサラ、結構ファンキー利根川は好きなんですけどね。あれいる？あの全然ごめんね、ポテサラの話で、恐縮なんですけど、あのポテトサラダにあのソースをかけて食ってる人いますね。これよかったらあのリアルタイムコメントで教えてください。ポテトサラダにソースをかけて食べる人、よかったら教えてください。うちの母親はね、もう未だにって言ったら申し訳ないんですけど、あのポテトサラダを見るともうね、普通にソースかけてますから ね、味が出るんだよ、ね、かけてます。85になります、ね、もう元気にソースかけて食ってる、ね、Facebook ライブリアルタイムご視聴どうもありがとう。藤井一郎、埼玉南浦和、こんばんは、お疲れ様です。いやらしくお願いします。はい、一郎こんばんは、よろしくお願いします。はい、はい、黒川とっこちゃん、リアゴメ、主人が隣で聞いています。あ、黒川パパこんばんは、お疲れ様です、ありがとうございます。はい、主人は麦飯、だったと言って、あ、そうなんですか。これあれですかね、あの、まあ、ファンキー利根川は、まあ、もう50代、まあ、後半戦なんですけど、皆さんの給食、黒川パパの時代は麦飯、ね、だったということなんですが、あの皆さんはどうでした、あの給食、ね、あのファンキー利根川は、まあ、小学校、まあ、中学もそうか、あの野田は給食だったんですけど、基本はあれだね、食パン2枚、ね、野田のキッコーパンの食パン2枚、これが中心だったんですけどね。でどのぐらいかな、4年生ぐらいからかな、米飯給食って言ってさ、ご飯が、まあ、月に何回かこう出るようになったという、その前までは食パン2枚。これあれだよね、地域によってはさ、あのコッペパン、多分柏とかはコッペパンだったみたいですよね。あんまりだからさ、給食でコッペパンっていう記憶はないんだよね。うちは食パン2枚だったね。皆さんのお弁当はどうでしたか、主食、ね、若い人なんかはあれかい、もう普通にずっと白米なのかい、ね、どうなんですか。
ね、ファンキー利根川の時はあの月に何回かだったな、白ご飯ね。はい、皆さんよかったら、みんなの思い出の給食、主食は何だったか教えてください。よろしくお願いします。各プラットフォームのコメント欄とかで、書いていただければ結構です、ね、はい、そうか、ね、黒川パパの時代は麦ご飯だった、ね、はい、扇メリープ陽子ちゃん、リアゴメ、学校の給食懐かしいなんて、牛乳やコッペパンとかもあった。あ、陽子ちゃんとかコッペパンなんだ、ね、なんかねのおわお、ファンキー利根川の時代だけかどうかわかんないけど食パンだったんだよ、宮崎小学校、野田第二中学校、ね、食パンにさ、オレンジマーマレードか、あとマーガリン、ね、あとなんだっけ、あといちごジャム的なやつかな、確か。なんかそんなのがこうローテーションで、なんかね、出てたんですけど、またさ、ごめんね、話がまたそれんだけどさ、その、パンにつけるさ、マーガリン、結構ね余るんだよ。まあ女の子とかあんまり好きじゃなくて食べなかったりとかしてさ、こう余ってさ、それを学校の帰りに路中とかしてるこう車に向けてピューってなんつうの、飛ばしてこう帰るっていうやつがいて、結構ね宮崎小学校時代には問題になったんですよ。何回言われてもね誰かがやるっていう。で当時ほら路中してさ、今みたいになんかそんなに神経質じゃないからさ、こう窓とか開けっぱになってると車の室内にそのマーガリンがこう飛び散るっていう、なんかそんなことがあってさ、よく全校集会とかでなんか怒られた記憶があるんだけどね。宮崎小学校宮小生の誰かがやってるっていうんで、ファンキー利根川はねそんなせこいことはやらなかったけどね、なんかそんな思い出がありますね。まあそんなわけで、ファンキー利根川的には食パン2枚、そんな記憶があります。はい、山田さん、川島さん賛成っていうことで、あ、さっきのねポテトサラダね、甘ったるいのは嫌だっていう。ああ、そうなんだ。リアルタイムご視聴どうもありがとう。音頭落語のマリノルさん、こんばんは。お疲れ様です。よろしくお願いします。マリノルさん、ごめん。視聴、こんばんは。マリノルさん、こんばんは。よろしくお願いします。今のところ、陽子ちゃんとこはコッペパンだったらしいですけど。ね、えまあ陽子ちゃんだったら若いからねまだね。山田紹介千葉さん、にんにくん、ポテトサラダには醤油かけます？初めて聞いたけん。ねえ、ポテトサラダに醤油だ、本当に？これはまたすごいっすね。初めて聞いたけど、ポテトサラダに醤油かけて食うっていう人ね。野田の人でいるのかな。とこちゃん知ってる？野田の友達とかでポテトサラダに醤油かけて食う人ね。野田は何でも醤油だってさ、なんかメディア関係でさいろいろ騒がれますけど、そんなことはないからね。何でもかんでも醤油っていうことはないっすよね。キッコーマンだってちゃんとソースね、デリシャスソースとかちゃんと出してるから使い分けてほしいというそういう流れだと思いますね。はい、マリノさんこんばんは。黒川とこちゃん、黒川パパもポテトサラダにソースかけてます。あ、ほんそうですか。まあファンキー利根川もね、
別に、嫌いじゃないんですけど、まあ、あえて最近っていうかかけないだけなんですけど、かけた味も全然嫌いじゃないですけどね。うちの親父もかけてましたね。うちの親父もかけてた、ポテトサラダにソース、そういう家系なのかもしれません、うちは。ね、そうですか。はい、黒川パパもポテトサラダにソースだそうですね。川島良一さん、うちの、親父はポテトサラダ、マカロニサラダにソースたっぷ。あ、そうなんだ。やっぱあれかな、世代かね、そういう感じなのかな。そう、うちの親もだからね、マカロニサラダは俺はかけないかな、マカロニサラダには。まあポテトサラダプラスソースか、それはあるね。岡田勲さん、子供の頃ソースかけてました。あ、小柄さんちも、あ、やっぱ我々の世代はそうなのかな、ね、どうなの、陽子ちゃんとかね、若いから世代が2つ世代ぐらい、2世代ぐらい違うから、どうなのかな、ね、ポテトサラダにソース、ね、というわけで、藤井一郎、埼玉南浦和、リアゴメ、ポテサラには何もかけないです、ポテサラに味ついてませんっていう。そう、あのね、味ついてるんだけど、またそこにソースをかけると、味変なんだよね。だからあれだよ、カレーにソースをちょっとかけるとかさ、ああいう多分こう流れなんじゃないかなっていうね、ところかなと思うんですけど、まあでもポテトサラダはさ、基本的にほら、何、コロッケとかね、ポテトじゃないですか。だから合わないってことはないけど、でもほら、でちゃんと味はついてるじゃないですか、ポテサラはね、こうマヨネーズだったりとかさ、まあ胡椒だ、いろいろちょっとあるんだろうけど、まあそういう部分ではね、でもやっぱりポテトにマヨネーズ、まあファンキー利根川も何、普通のふかし芋みたいなやつに、マヨネーズかけて食うのも好きだからね。あ、マヨネーズじゃねえか、あれはソースはかけねえか、あれはマヨネーズか。そうですか、ポテトサラダにソース結構ね、かけて食べられるという、そんな方々がいらっしゃいますけどね。玄友とかどうなんですかね、ちょっと若いんだよ、俺らよりも一回二回りぐらい確か若いと思うんですけどね。どうなんですか、勝浦方面の、食文化、ポテトサラダにソースはかけるかかけないかという、そんな話が今出て盛り上がってますね。安野さん、昔は麦飯をお弁当で持っていけるだけ良かったと、勝手に思っています。よくご飯を最後の一口まで、食べなさいと言われますが、裏を返せば最初の一口を食べられない人がいるってことの、何、切ない、切ないですねということでね。はい、うちのおばあちゃんはずっといつも言ってましたよ、本当にこうね、最後にお茶碗とかこうお釜を洗う時にさ、全部なんかおばあちゃん食べてた、で食べ残すと目が潰れるって言って、よく食べてました。山田商会千葉さん、ニンニク、この前茂原の当選寺でいいので、綿菓子作ってきましたな、神社仏閣には喜んで出店させていただきますね。いただいております。はい、リアルタイムご視聴どうもありがとう。久保田信之くん、こんばんは、お疲れ様です、よろしくお願いします。はい、そしてインスタグラムライブ、リアルタイムご視聴どうもありがとう。はい、ベンディア、違うな、ベンディア、キヌ、ク伊藤さん、ありがとうございます。ごめんなさい、気迫だ、気服だ、ごめんなさい、
起伏、伊藤さんこんばんは、お疲れ様です、よろしくお願いします。はい、 Facebook ライブリアコメ、藤井一郎埼玉南浦和、給食の王様はカレーですね、あとはミートソーススパゲッティや、人気でしたということでね。まあね、あの一郎の時代はさ、あのミートソーススパゲッティはどんな感じだったの？ね、あのまたちょっと話すいませんね、なんか本編全然いかないんだけどね、まあこういう時もいいだろうんですけど、あのまだ野田、あのなんだ、宮崎小学校っていう、小学校の話なんですけど、あの小学校の時にうちも出ましたよ、あのミートソース。これはあのね、これも多分我々の世代とか、ね、もっと下の世代の知ってると思うんですけど、ソフト麺っていうやつがあった。ソフト麺、あれはなんでできてんの？ソフト麺、米粉かなんかでできてんのかな、ちょっとわからないですけど、確かね、当時野田宮崎小学校は、針ヶ谷製麺かな、っていうところからさ、なんかあの保温の容器みたいなのでさ、こう来て、食べたんですけど、でそのソフト麺に、ミートソースがさ、こういうアルミの食感っていう、あのでっかなバケツみたいなのに入ってきて、でそれをお椀にダンダンダンってこう入れて、でその何、ソフト麺っていうのをペロって開けて、まあお皿の上に出してかけて食べる人もいれば、ファンキー利根川みたいにそのお丼みたいなやつ、ミートソースの入ってる丼の中にズボンって入れて、こうかき混ぜてこう食べるっていう、そんなね、ミートソースがあのファンキー利根川の時代の、小学校の時の時代のミートソースだったんですけどね。あとね、あのその宮崎小学校はナポリタンも出たんだよ。これはどうだろうな、でも岡田さんとかもね、同時期に、あの地域は違うけど、同じ市内だからね、そうなんだよ、ナポリタンはさ、これまたすげえんだよ、あのね、さっき言ったその食感っていうさ、あのでかいバケツみたいなの、なんて言うんだろうな、あね、まあいいよ、こういうでかいバケツみたいなのに、その中にさ、ナポリタンがボコーンって入ってくるんだよ。でそれをこうお玉でまたすくうんだよ、すくうっていうかさ、拾うっていうかさ、でそれもこのお盆みたいのにタン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 って乗せてさ、食べるっていう、それがナポリタンだったんですけどね、なんかそれも美味しかったなっていう、こう記憶はあるよね。みんな口の周りオレンジ色になっちゃってよね、そんな記憶がありますね。はい、久保田信彦くんこんばんは、お疲れ様ですということで、お疲れ。黒川とっこちゃん、主人は白米の時は、堂々と見せて食べたそうです。ああね、そうですかね、ね、こういろいろ、はい、いろいろこうね、時代によっていろいろとこう変わりますよね、こう給食文化、そうですか。ね、とこちゃん主人は、あね、さっき読んだ白米の時は堂々と見せて食べたそうですとね。逆にほら今ファンキー利根川もさ、まあ 100% 麦じゃないけどね、いろいろ考えて最近麦を結構ねご飯に入れて炊いて食べたりとかしてますけどね。はい、リアルタイムご視聴どうもありがとう。近藤道明さんこんばんは、お疲れ様です、よろしくお願いします。安野敏夫さん from 東金、一郎さんソフト麺でしょ、ね、ソフト麺ね、だってあれだよ、ファンキー利根川の時代はさ、給食でカレーなんてたまにだよね、月1回ぐらい、わからんけど、ね、
出ましたね。だって学校で給食で飯を食うっていうのが普通じゃなかったからね。一郎、僕の時代の袋は、ソフト麺が出ませんでした。袋のソフト麺、あ、そうなの。だからファンキー利根川の時はあれだよ、一食一食こう袋に入ったこうミートソースで、ソフト麺だった、あったかいやつ、ね。マリノルさん、新宿区、小中学校時代にご飯は出ませんでした。主食はパン、たまに出る揚げパンが人気でした。後、ソフト麺も人気でした。懐かしいということで。あ、そうなんだ。マリノルさんとこは基本はコッペパンね、かな。だからほら、やっぱりね、ちょっとマリノルさん僕らより上なんですよ。だからやっぱりだんだんこう来て、だからファンキー利根川の、ぐらいから、だから4年生とか、まあ3年生の時は出なかったかな、4年生ぐらいからなんかご飯が少しずつ出るようになったっていうね、そんな感じだったけどね。だから揚げパンっていうのをさ、ファンキー利根川知らなかったんですよ。だいぶ大人になってから揚げパンって食べた。だから野田はほら学校で出なかったから、キッコーパンの食パンばっかだったから、そう。柏なんかはなんかみんな京子局員とかに聞いてもさ、揚げパン揚げパンなんてよく言ってたからね、普通に出てた、大体ね、同年代だけどこう出てたみたいですけどね。陽子ちゃんも若いからね、陽子ちゃんはちょっとね、でもコッペパンみたいですね。川島さん、私の頃の給食は米8割、麦2割で。そうなの？パンは週1で食パン2枚、牛乳瓶にミルメイクの粉入れてストローでかき混ぜて飲む。あー、そうなんだ。川島さんはちょっとやっぱり若いんだよね、ファンキー利根川よりもね、6つ7つぐらい若いのかな確か。麦、あ、そうなんだ。またここはちょっと違うね、山武市は。麦はね出なかったな。まあたまに、だから月に多分2回とか3回出たかな、ちょっと分からんけど、1週間に1回出たのかな、分かんないけど、あ、でもその時はね 100% 白米だったっすよ。パンは週1だったんですか。やっぱりあれだね、こう地域によって、まあ時代というかさ、年代にもよるんだろうけど、面白いね、こういう、ね、見方をしていくと。はい、そうですか。一郎、牛乳を残す女子がたくさんいて、牛乳好きの男子が飲んで午後の授業で腹壊して休んだのが記憶にありますね。あれだよ、まあファンキー利根川トロも瓶牛乳だよね。でさ、いるんだよ、必ずクラスに瓶牛乳のキャップを集めてるやつ、ね。でさ、キャップもさ、洗えばいいんだよ。こう紙、厚紙のさ、紙ね、あれをこう抜くってポコってやって飲むじゃん。で、あれをさ、洗わないで食べてる、溜めてるからさ、牛乳がほらね、こうね、からのこう匂いでさ、何とも言えないこう悪臭をこう漂わせるという、のは必ずクラスに1人や2人いたっていう、そんな思い出があるけどね。皆さんはどうですか、学校牛乳瓶なの、ね。ファンキー利根川の時代は瓶でしたね。やったでしょ、ファンキー利根川よりも上ぐらいの人たち、
これはあの証券萩原健一さんの、傷だらけの天使の飲み方ね、これ真似した人多いんじゃないですかね、これ知ってるよね多分、ファンキー利根川よりも上の世代の人は多分、証券の真似しながらあのこう牛乳瓶のさキャップついたままのやつをこう口の中にポコって入れて、で口の中でそのキャップを抜くっていう、ね、証券飲みみたいな、これあのみんなやってさあのぶっこぼして怒られるっていう、ね、あとあの牛乳の早飲み、ね、やってあの鼻からあの牛乳あの吹き出しちゃうやつとか、ね、ファンキーとねやらなかったな、あの牛乳苦手だったからさ、せいぜい飲んでも1本ぐらいしか飲まなかったけど、結構牛乳好きなやついたよね。はい、近藤さんだからごめんね、近藤さんお疲れ様です、近藤です、よろしくお願いします、よろしくお願いします、近藤さん。はい、というわけで、山田さん、小学校コッペパンたまにパックうどん、食パン牛乳瓶でした、中学お弁当四角いパックの牛乳は支給でしたということで、あ、そうなんだ。中学校の時ね、土曜日だけは多分弁当だったな。なんか今考えるとさ、あのとんでもないあの弁当箱持ってってたよ。なんかあのすごいこのなんていうの、アルミっていうのわかんないのなんか弁当箱、すんごいやつ。あんな食ってたんだな。やっぱりちょっと時代とか地域によってもね、こう給食違うという。岡田さん、カーマの焼酎も、塩と同じで食パン2枚でしたよ。あ、やっぱそうなん、野田はそうなんだね。はい。Facebook じゃなくてごめんなさい。Instagram ライブ、リアルタイムご視聴どうもありがとう。音吉さん、from 横浜本木。こんばんは。お疲れ様です。よろしくお願いします。はい。音吉さん、リアごめん。あ、アルマイトだよ。そう。でっかなさ、こう弁当箱。ね。アルマイトなんだ。なんつうの、薄い、こう、金色みたいなさ。ね。なんか、とんでもない量持ってったような気がするんだけど。ほとんど飯なの。ね、中に中途、途中にさ、海苔かなんか引いてあんだよ。ね、海苔。で、おかず、なんか、あーって思って、とりあえず、飯が食えればいいやってよくお袋に俺言ってた記憶があるんだけど、そしたらとんでもない弁当箱買ってきてさ、もうこれでもかっていうぐらい、ご飯食わされましたけどね。あー、おとぎしさん、ドカ弁だ。そう、ドカ弁って言ってたよね。結構クラスでもみんな持ってきたな、中学の時ドカ弁、ね、そう、まだ唐揚げとかさ、そんな時代じゃないからさ、よくて赤いウインナーとか、あとは味噌ピーとかさ、あと紅生姜で、紅生姜のさ置いてあったところが白いご飯がさ赤くなってるところがすげえ美味しかったっていう、大体うちはそんな感じかな。あんまりほら、ね、裕福でもなかったんでさ、ね、豪華さよりも飯の量みたいな、なんかそんな弁当をよく持ってってましたけどね。そうそう、売ってんですかね最近、ああいう弁当箱を学校に持ってく人いるのかな、ね、メリープ陽子ちゃん、ちょっと世代が若いね。二回りぐらい若いんだけど、陽子ちゃん。私の時は麦ご飯で、パンにつけるのは、チョコレートやピーナッツ、いちごジャムなどありました。そうなんだ。これはあれだね、多分もう、健康のためにっていう流れで、ね、麦ご飯だったのかなっていう。ね、そんな感じかもしんないですよね。まあこう時代によってね、なんかそういう時代背景によって、まあね、そういうご飯物もこう変わってくるのかなというね。
横浜本木音吉さんコメントインスタライブから、うちはハイソなんでそういう弁当に憧れなし。そうかね、え音吉さんところはハイソサイティ、ね、ハイソもう久しぶりに聞いたね、ハイソ、ね、えハイソサイティ、ね、えそうか、うちはもう本当にドカ弁でしたからね。はい、あとあれだよ、ドカ弁の横にマルシンハンバーグ、それも結構なんか食ったような記憶があんな、マルシンハンバーグとかよ、ね、そうですか。あ、ピーナッツも小学校の時とは出たな、食パンの時にね、いちごジャムもそうだけど。山田さん、ポテサラに醤油少し垂らすとうまみアップします。そうなんだ、今度やってみますよ、ね、勉強になるね。川島さん、我が家のソースは野田のキッコーマンデリシャスソースですということで、今もファンキー利根川の冷蔵庫、チキチキスタジオ冷蔵庫にはキッコーマンのデリシャスソースが入っています。あとお醤油はキッコーマンの減塩醤油かな、入っていますね。はい、近藤さん、近藤さんも、ポテサラソースかけ、ああね、え我々の時代やっぱそうなんですかね。あ、ともゆきさんも、自分もソースかけます。ああそうですか、ポテトサラダにソースをかける方が続出しています、ね、え。はい、リアルタイムご視聴どうもありがとう。 Facebook ライブ、川辺彩子ちゃん from 大阪、こんばんは、お疲れ様です。彩子ちゃんよろしくお願いします。大阪支部、ね、どうもありがとうございます。黒川とっこちゃん、私はポテトサラダに、ゆで卵を刻んで混ぜますと言って。あー、そうですか、ゆで卵ね、あーそれも美味しいよね。うちの妹は多分それをやるよ。なんかよく、おいっ子になんか食わせてるの見てると、なんかね卵入ってるような気するよ、うん、ね。川辺彩子ちゃん from 大阪ディアコメ、皆さんこんばんはということで、ね、彩子ちゃんこんばんは、今夜もなんかやってます、なんか給食の話してます、みんなで、ね、みんなで給食の話、地域の話しないで給食の話してます、ね、はい。安野さん、安野幼少期は醤油ソースマヨネーズを知らなかったので、お寿司も醤油をつけずに食べてました。そうなの、そうなんだ。まあファンキーとれが、まあお寿司っていつぐらいか食った、俺記憶ねえなあんまり。うちはね、おじさんが上野で寿司屋やってたから、結構ね、がっつり食いたい時には上野の寿司屋に行ってただ食いしてましたよ。高校生ぐらいまでの時ね、なんか友達とか連れてってさ、そうするともう丸々寿司おじさんおごってくれんだよ、うん、だからさ、まあ電車賃はかかるんだけど上野まで行って寿司食ってた。キッズさん、野田給食センター名物ソフト麺ですね、なぜかミートソースというね。あ、これさ、あれなんだ、野田のさ、あれよ、そのソフト麺、これ岡田さん分かるかどうか分かんないけど、さっきはさ、ソフト麺プラス別にミートソースが出てきて、まあ、かける人もファンキートネガーみたいにこうごちゃ混ぜにする人っていうのいたじゃないですか。これね、ソフト麺が、今までミートソースだったのに、たまに、うどんの温かい、醤油のつゆが出るんだよ。でそれに入れて
かけうどんみたいにして食べるっていうソフト麺の時もあったんで、これ菊池さんとか岡田さん多分共有できるんじゃないかなと思うんですけど、どうですかね、野田のソフト麺の何変身するミートソースの時あり、かけうどんになる時もあるという、これは結構どうですかね、よその地域の皆さん、よかったらソフト麺学校で出てた方、いらっしゃったら、リアコメで教えてください。一応ソフト麺は小麦粉ですね。あ、小麦粉なんですか。マリノルさん、リアコメ、残飯捨てるときに、目を、つぶっていました。亡き母が、幼い、時に食べ物を粗末にすると目がつぶれますよとフラッシュバックしていましたと、ね、うちのおばあちゃんも言ってました、そうやって。だからいつもね、流しのところで残ってこう洗いかす のご飯粒もなんかねザルみたいので洗って全部食べてました。だからファンキー利根川は残すことが嫌いなんです。もうね本当になるべくきれいに食べなきゃなっていうのが あるよ。はい、一郎、埼玉県北本市に、給食歴史博物館があるからぜひという、あ、そうなんだね。で一回視察に行きますかね。はい、そんなわけで、なんか今日は給食の話を、生放送でしています。ファンキー利根川お気持ちでございます。山田さん、面倒だったので、ゆで卵入れませんでしたなんて、お腹減ったので今日はパパッと作りましたと。安野さん、ポテトサラダの卵好きです。あ、ね、メリープ陽子ちゃん、ソフト麺を半分に割ってカレーや、ミートソースに入れてましたなんて、いっぺんに入れるとこぼれるので。あーね、えやっぱ女の子だね。そうですか。ファンキーとのがなんかあるだよ、もうわしわし入れちゃったかな、もう口の周りもねこう真っ赤にしながら食べてて。一郎、リクエスト給食っていうのがあって、毎回カレーか、ミート、スパでした。それはないな、リクエスト給食はなかったな確か。野田、ね、マリノルさん、耳を、パンの耳か、残したく、残したくなる食パンでした。あ、まあそうだね、野田の食パンも確かになんか耳はこう固めだったけど、ファンキー利根川はガンガン食っていました、ね、そうです。マリノルさん、揚げパンはクジラの竜田揚げと組み合わせが多かったの。あ、そうなんだ、出たね。ファンキー利根川はあれだな、小学校の低学年の頃かな、クジラの竜田揚げが出てさ、なんかみんなさ女の子なんか硬くてさ涙目になって食ってたっていう記憶はあるんだけど、俺もあんまり好きじゃなかったな、なんか硬えなーなんて思って、食べてた記憶はあったけど。はい、岡田さん、何は小菅パンかなってね。ね、川島さん、今夜はポテトサラダ学校給食で盛り上がってますねということで、なんか昔懐かしい学校、地域の学校給食ね、やっぱり年代とか地域によってもね結構様々なんだなっていうのはこうやって喋ってるとわかるね。川辺彩子ちゃん from 大阪、揚げパンとか懐かしいです。小学校の頃給食でデザートに雪見大福が出たのを思い出しました。あー、彩子ちゃん若いんでしょね。彩子ちゃん何、20代30代ちょっとわからん。さすがにね、どう、雪見大福が給食で出るっていうぐらいだから相当若いよね。こんなの出なかったな。あれだよ、ファンキー利根川のまたあれだけどさ、
これ結構ね、人気あったのは食パン2枚出て、でパンにつけるやつがホイップクリーム。これ岡田さん食ったでしょ、菊池さんも食ってんじゃねえかな。あのさ、ホイップクリームに、それこそこういう甘みかんとかさ、あと缶のこういう細かく切った何パイナップルとかがさ、こう混ざってるホイップクリームが出るんだよ。でその食パンの上にさ、今もほら売ってるじゃん、サンドイッチ屋さんとか行くとさ、ホイップクリームのやつ、あれがさ、ホイップクリームがこういう四角いさ、バットっていうかやつに入ってきてさ、それもこういうお玉でさ、すくってタンタンタンってさ、こうつけて、それをさこうつけて食べたっていう、それは結構ファンキートレガーの頃は、人気だったよね。でさ残るとさ、じゃんけんでさ、ホイップクリームが取り合いになるんだよ。でもうみんながこうやってもうとことんお玉でこうすくえるところまで、すくったもうお玉じゃすくえないよっていう時になって、はいおかわりが終わりましたって言って、そうするとさ片付ける瞬間にパン、食パンをさ半分ぐらい残してるやつがいるんだよ。でそいつがおもむろにその食感みたいなバットのところに行って、そのパンでお玉ですくえきれなくなってへばりついているホイップクリームをさ、パンでこうヘラみたいにしてこうすくって食べてるやつがいたんだよ。三岡ってやつだよ。小学校の時一緒だったんだよ。一中行ったやつなんだよ。ダメかな、あんまり固有名詞出すとやばいっすかね。そう、そのぐらいなんか人気だったな、ホイップクリーム。安野さん、給食の、冷凍みかんが、出た時は、下校時に食べてピーナッツハニーが出た時は、昼休みが終わるギリギリまで、しゃぶっていましたということで。ピーナッツハニーって何？あれか、ピーナッツバターの甘いやつみたいなの。ねえ。そうなんだ。まあ冷凍みかんも出たね。懐かしいね、冷凍みかん。信行、野田の南部小学校は揚げパン出ました。南部小はさ、自分ところで作ってたの？学校給食違うね、野田の給食センターじゃないんじゃない？わからん。友幸さん、ソフト麺の原料学校給食用協力粉みたいです。あ、そうなんだ。山田さん、潰した麦入ってませんでしたか、学校給食。いやー、俺の時は白米だけだったような気がするんだけどな。マリノルさん、麺類は、カレー、ソフト麺、ミートソース、スパゲッティ、焼きそば、なんか急に食べたくなってきました。牛乳は瓶でしたので、当番は重労働、そうだね、6歳年上の姉の時代は途中まで脱脂粉乳だったようですということで。ああね、それはそうかもしんないね。そうなんだ。まあ牛乳瓶を運ぶのは大変だったよね。だって今は分かんない、どのぐらいの一クラス、少ないじゃないですかね。昔はだってさ40人とかいたよね、小学校の頃、ファンキー利根川の年代。あ、岡田さん、何何ホイップクリームこうやって拾うやつね、やりました。違うのかな。はい、黒川どこちゃん、野田市も学校で給食を作るところと給食センターで作るところがありますよね。ああ、そうだよね。
宮匠は給食センターから来たんだよ、うん、リアルタイムご視聴どうもありがとう。京子局員こんばんは、お疲れ様です、よろしくお願いします。はい、川島良一さん、安野さん、冷凍みかん美味しかったですね。ねえ、なんで冷凍みかんあんなに美味しかったんだろうね。だって昔はさ、あの新幹線の中とかでも冷凍みかん食ったよね。ねえ、近藤さん、近藤さんの時代は、米の飯、で、出たのは確か中学校の時だったと思います。やっこい米にカレーが美味しかったですと、ね、あ、ちょっと上だからね近藤さん、ファンキートネガよりもね。ファンキートネガだから、まあ、さっきも言ってたけど、だいたい4年生ぐらいからたまに、白飯が出たんだよ。うん、扇メリープ陽子ちゃん、小学校の時に冬になるとお湯に入って、あ、お湯に入ってるストーブに、あ、お湯の入ってるストーブに、紙牛乳入れて温めてた。あ、陽子ちゃんの時代は紙パックなんだね、もう。ファンキー利根川の頃はさ、冬になるとさ、なんかあれだよね、ほら、あの牛乳をさ、周りに置くんだよ。ストーブの周りに置いて、牛乳をこう温めてこう飲んでたやついたよ、うん、ね。そうですか。はい、メリープ陽子ちゃん、あ、さっき言ったごめんね。京局員、はい、こんばんは、こんばんは、今やっと、夜ご飯です。今夜は豚バラ入り焼きそばということでね、豪華です、ね。はい、岡田さん、鼻から牛乳、いたよね、吹き出しちゃうやつ、早飲みやるよね、あの余った牛乳でさ、ね。安野さん、小学校時代は、瓶牛乳で、中学校時代は三角パックの牛乳でしたが、安野は牛乳が苦手なのでいつでも残しました、だから身長が伸びないんだね、なんてね。じゃあ安野さん、あれ飲んだ方がいいよ、あのなんかあるじゃん、あの身長伸びるってやつ、あの子供が飲むやつね、今からでも遅くないんじゃない、ね。ファンキートレガーもね、牛乳は嫌いだったけど、学校給食の時はね、さすがに飲んでたよ。なんか牛乳飲まねえとさ、パン食えねえんだもん、パサパサしちゃってて、ね。はい、トッコちゃん、アルマイトを主人がさっきから話してましたね、アルマイト、ね、中学の時、うん、はい、これは何、ともゆきさんごめんね、うん、ランチヌードルなんて書いてある、スクールランチヌードル、ソフト麺か、ね、あ、ソフト麺の原料ね、 ありがとうございます、ね、懐かしいソフト麺、なんか一時ね、スーパーでソフト麺売ってた時代、時期があって買ったんだけどね、ちょっと味が違ってたな。リアルタイムご視聴どうもありがとう。はい、飛弾英二さん、こんばんは、お疲れ様です、よろしくお願いします。はい、はい、飛弾英二さん、 A ちゃんこんばんは、お疲れ、こんばんは。はい、お久しぶり、リアルタイムご視聴どうもありがとう。セイミヤマイちゃん、フロム東金、こんばんは、お疲れ様です、よろしくお願いします。はい、マイちゃんこんばんは、ご無沙汰です、忙しいみたいで何よりです。川島良一さん、フロム山武市、中学の頃部活が終わると配膳室の冷蔵庫に牛乳があり、自由に飲めて5本ぐらい飲んで帰り、途中で腹が痛くなり大変でしたという。あ、中学の時はね、小学校の時もそうかな、中学の時はなんかね、牛乳くれたよね、部活終わった後残ってるやつ、なんかそんな記憶があったな。マリノルさん、昔はカレーにも時々ソースかけてた。カレーにソースって結構やりません、まだたまに、2日目3日目ぐらいになると飽きてくるとね。ファンキー利根川は意外とね、カレーに醤油っていうのが結構好きなんだけど、和風な感じで、うん、うちの親父がよくやってましたよ、カレーに醤油、ね。はい、
セミヤマイちゃん、あーリアごめん、こんばんは、こんばんは、ポテサラの話ですかね。私は柚子胡椒を入れます。おー、ポテサラに柚子胡椒、なんかバニーさんもしそうだね、ポテサラに柚子胡椒。近藤さん、牛乳にはたまにミルメイクが出ましたね、なんて、あれ好きでしたというね。もう出たね、ミルメイク、あれだよね、あのミルメイク、あの少しあの牛乳飲んでから入れないと溢れちゃうっていうね。もうミルメイク、もう美味しかったよね。もう普段あの牛乳嫌いな子でもさ、あのミルメイクになるともう張り切って飲むやつっていたよね。木口さん、ん？醤油丼？違うよ。あのだからはあのそばつゆだよ。あのそばのかけつゆ、あ、うどんのあのかけうどんみたいな感じのあのあったかいあの醤油の、あ、だうどんつゆだよ。温かいうどんつゆが出るんだよ。で、あのそれにあのその中にソフト麺を入れてうどんって言って食べてた。やんなかった、小学校の時とか。川島さん、清宮舞ちゃん、当日の給食は赤い、弁当箱2つあったよ。ん？何？当日の給食は？ん？赤い弁当箱2つ？なんだろう。ちょっとわからん。マリノルさん、食パンに定番マーガリン、人気なかったな。バターは出ませんでしたが、たまに出るチョコレートマーガリンが、美味しかった。出たかな、チョコレートマーガリン。なんか出なかったような気すんだけどな。野田はこんなおしゃれなの。それはあの都内の話でしょ。ねえ、どうよ。あの野田、あのまたごめんね、ファンキー利根川の、野田市立第二小、あ、ごめん、宮崎小学校、あのたまにあの出んだよ、あのハンバーガーのさ、こうバンズが出んだよ、あの丸いのパンの丸いやつでさ、あの先割れスプーンで、あのこう自分であのこうやってハンバーガーみたいにこう裂いて、でそこにマーガリンとレタスと、あとなんだっけ、ハンバーグかな、なんかを挟んでハンバーガーっていうのを6年生ぐらいで何回か食った記憶があるんだけど、岡田さんとか覚えてないね、えやんなかった、小学校の時ね。え、岡田さんとはほぼほぼ同年代で、あの俺宮城、ファンキー鳥が宮城で、岡田さんはあのカーマの方だったっていう、ねえ、やったよハンバーガー、確か、レタスが出んだよ、レタスとあのちっちゃいミニハンバーグみたいなのが確か出たんじゃないかな、なんかそんな記憶はあるんだけど。信行、ソフト麺、ミートソースよりも、かけうどんみたいなのが好きで、あ、そうなんだ、俺はミートソースの方が好きだったな、かけうどん、ソフト麺は。舞ちゃん、川島さん、そうでしたね。ん？保育園から中学校までそれでした。ポテサラの話じゃなくて給食の話だったのね。何？赤い弁当箱が出たの？ん？当時は、給食は赤い弁当箱2つ。あの、みんなはどうだったんですか？他の人は。あの、ファンキー利根川の宮崎小学校は、あのね、黄色っぽいあのプラスチックの、なんか大きなあのワンプレートみたいなやつに、こうお椀みたいなの乗せるところとかさ、こうついてるやつが、で、あの盛り付けって感じで弁当箱じゃなかったよ。あ、サムの方が弁当箱だったんだ。マリノルさん、ホイップクリームの干しぶどう入り、マリノルさんとかも出たの？キキツさん、コッペパン生クリームみかん入れて食べた気がします。俺の時はね、生クリームはあれだったよ、食パン2枚の時でしたよ。コッペパンはそのハンバーガーっていうことを
やる時だけだったと、丸いやつ自分で穴こう切り目入れんの、切れ目。あやこちゃん from 大阪。ホイップクリーム美味しそうでした。そうそうなんだよ。なかなかさ、まだ当時まあうちはね、あんまり裕福じゃなかったからさ、生クリームのケーキなんていうのはあんまりこう食べらんなかったんだよ。当時あんまりなかったんじゃないかな。まだほら思ったるいさ、ケーキって言えばバタークリームのケーキがこう全盛の時代だから、昭和40年代後半から50年代、ね、前半ぐらいまでだからね。あやこちゃんは30代なんだ。ああ若い、若いです、ありがとうございます。若手です、ありがとう。今日極印フランス料理な食べ方ね。あ、これパンですくうやつね。そう、安野さん、雪見大福販売当初の CM キャラは伊藤司でしたよね。覚えてないな、ね、給食で雪見大福が出るのはすごいね。安野さん、ちょっと待って、ピーナッツハニー、あれでね、あれでしょ、なんだっけな、味噌ピーじゃないのね、多分。マリノさん、いいね、なんか懐かしい記憶がたくさん蘇ってきます。小中給食は自校式でしたので、今日、職員室に近い教室では3時間目が終わる頃にいい匂い漂ってきてワクワクしたもん。ああそうなんだ。うちは届けられたやつですよ。センターで作ったやつ。南部中は作ってたんだな、多分南部省とかは多分。川島良一さん、私の小学校、学校給食は弁当箱2つでご飯と、おかずかが別ということ。あそうなんだ。弁当箱にシチューも入って、あシチューも出たね。ホワイトシチューでしょ。出た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 。弁当箱入ってたんだ。安野さん、ちょっと待って、ピーナッツアニーイコール味噌ピーなんだけど、同じ県内でも、胡椒が違うの。宮昌はあれだよ、味噌ピーだったよ。ピーナッツハニーなんておしゃれな言い方なかったよ。京子局員、焼きそばをおかずに、飯を2杯食べましたなんて、大阪っぽいね。なすごいね、焼きそば。焼きそばも出たよね、給食。またごめんね、宮崎小学校の話だけどさ、焼きそばもさっき言ったでっかいバケツの中にさ入ってくんだよ。その中に入ってきてさ、それを先割れのお玉でこうすくって、その給食のワンプレートのプレートにバンバンバンってこうね食べたよ。もう最初からさ青のりみたいなの混じっちゃってる、焼きそば。結構重たい感じの焼きそばなんだよな、そう。マリノルさん、木造校舎が残っていた時だるまストーブだったので、じゅんぐりに、今日はこの列の人焼いていいよみたいな思い出。そうなんだ。安野さん、安野はヤクルトを1本飲んだだけでお腹が大騒ぎします。あそうなんだ。ひだんさん、うちはカレーに醤油ですということで、ああね、カレーに醤油派がいらっしゃいましたね。安野さん、安野の大阪の師匠は大阪人のくせに粉もんを置かずに、ご飯を食べられませんということで、黒川とこちゃん、マリノルさん、授業が身、身が入らないねということで、ああ、それはあるよね。ね。そうですか。あれだよ、給食センターが持ってきてもさ、トラックが来て、一時保管場所みたいな給食室みたいなのに運ばれるとさ、同じ階とかはなんか匂ってきてたよな。はい。安野さん、赤い、弁当箱、
仕出し弁当だと思う。あ、そうなんだ。セミヤマイちゃん、山武市松尾町の、給食は教室でよそる給食じゃなくて最初からお弁当箱に入ってるやつだったんです。おー、赤いお弁当箱で、だから汁物とか出てこなくてかろうじてあるのがシチューとカレーでした。あ、そうなんだ。やっぱこう地域が違うとこうね、給食のスタイルもこう違うんだなっていうのが、分かりましたね。皆さん、ここのところはあのテストに出るので、ね、ノート赤線引いといてください、ね、そうなんだ。なんかうちはあのワンプレートな感じ、でもあのプラスチックの容器だったよ、お皿っていうかさ、うん、そう。はい、今日曲、黒川とこちゃん、京子さん、うちは焼きそばにご飯を入れて炒める時がありますね。あの一時流行らなかった、なんかそば飯みたいなやつね、そんな感じかな。安野さん、ひだんさん、安野もカレーに醤油派だったんだけど、うちの奥さんが気持ち悪いと結婚当初言ったので今ではソース派ですということで、ね、川島良一さん、フロム山武市、清宮舞ちゃん、懐かしいですね。京極員、黒川どこちゃん、そば飯美味しいですよね。飛弾英二さん、チーズが出ると帰りの、会終わるまで後ろの黒板の前に立ってました。食べるまで、返してくれなかった。あ、チーズも出たよね、ベビーチーズみたいなやつね。あー、チーズダメなんだね。あ、そうだ、 A ちゃんチーズ食えないですもんね、うん、はい。とっこちゃん、きょこさん美味しいですよね、そば飯。きょきょきん、給食の匂いだけでご飯食べられるということでね。はい、まあそんなわけで、今日はなんかね、何の下りからこんな流れになったのかちょっとよくわかんないんですけどね、給食やらなんかホイップクリームの話から、ソフト麺の話ということでね。はい、皆さんどうもありがとうございました。ちょっとなんか頭の中があのタイムスリップしてこう若い頃に、なんか戻れたのかなという、そんな、ね、コーナーでございました。黒川とっこちゃん、小学校の時のお弁当は新聞紙にくるんで持っていきました。今考えると清潔ではないですね。あー、そうか、俺は新聞紙はなかったような気がしたな。なんかあのうちの親父は、あ、まあ仕事柄あの弁当をよく持ってったんですよ。でなんかね、よくまあ新聞にくるんでもさ、まあ冷めちゃうんだろうけど、なんかね、新聞にくるんでこう持ってってったよ、よく弁当をね、なんかそんなことを今ちょっと思い出しましたけどね。はい、Facebook ライブリアルタイムご視聴どうもありがとう。松本ゆかりちゃん、こんばんは、お疲れ様です、よろしくお願いします。はい、安野敏夫さん、うちの50メートル隣は焼肉屋なので、そこから漂ってくる匂いで、丼飯3杯は食べられますよということで、そうですかね。はい、リアルタイムご視聴どうもありがとう。タンポバニー剛さん、こんばんは、お疲れ様です、よろしくお願いします。はい、今日はなんかね、給食の話になってます、ね、A ちゃん、月1で給食がない日がありましたが、給食のおばちゃんになんで、明日給食ないのって聞いたら、給食よって言われたな、何、ね、はいはい、タンポバニーさん、こんばんは、こんばんは、お疲れ。はい、いやーね、なんかもう1時間半ぐらいずーっとみんなで給食の話で、盛り上がっちまいましたのでね、
じゃあ、すいません、早足で、ね、ちょっと今日の板だけささっと読んで、ごめんなさい、ちょっと明日早いもので、またゆっくり、やれるときにやりますのでね。はい、じゃあちょっと板の方、サクッと読ませていただいて、今日は終わりにしたいなというふうに思っています。はい、じゃあ行きましょう。今日金曜日、野田からですね。はい、行きましょう。これは野田明宏君、どうもありがとう。はい、市内飲食情報、夕飯スペアリブサバ、鶏肉スープですということでね。はい、スペアリブうまそうじゃないですか、ありがとう。はい、これは Facebook ライブリアコメ、川島良一さん、我が家でも学校給食が出ないときは、新聞紙、巻かれていた、同級生もいたって。そうなんだ。これは安野さん、うちの親父も、弁当を、くるんで持って行ってました。新聞ね、こんな記憶あるけど。今日局員、これ何、ひだんさん、ん、座布団全部持ってけえな。はい、安野さん、ん、これはチキチキ音楽部ということで、本当は別のシンガーの曲を紹介しようと思ったんだけど、ひだんさんが、今日はロックがつく9日でロックの日なんでということで、ベタにこちらをということで、レッドゼップリンでね、ロックンロールということで。はい、ありがとうございます。はい、そして安野俊夫さんから、これは東金市の夕焼けなんだよ、今日は午前中、雨模様でしたが、この時間帯は綺麗な夕焼けが見られましたよと、はい、東金の夕焼けでございました、ありがとうございました。はい、ひだんさん、あ、東金からも見えますかね、我が家のバーベキューの日やの、はい、これは平井さん、今さっき仕事の帰りに野田から埼玉方面を見たら空が赤く見えて綺麗でした。はい、安野さんどうもありがとう。ひだん、えーちゃん、今日はロックの日ということでね、散々悩みました、皆さん知っているだろうという曲ということでね、ちなみに石川秀美のミステリーウーマンではありませんなんて書いてある、ボンジョビ、ランナ、はい、今日はロックの日なんだね、ありがとうございます。はい、Facebook ライブリアコメいただいてます。川島、これは温度落語のマリノルさん、給食の食べ残し、パン持ち帰り用の巾着、袋に、みたいなのを、みんなランドセルにぶら下げていた低学年の頃。あー、それはなかったような気がしたな、ファンキー利根川の時代は。まあ地域によってもかもしれないですけどね。黒川どこじゃん、ひなんさん、真面目に考えてしまった、なんだ、はい、今日とこちゃんかわいいな。はい、これはリラックスハウス柿沼さんから、市外飲食情報ということで、先日購入した茂原市のおといねっぷそば、月見ぶっかけ、納豆大根おろし、ぶっかけそばでとても美味しかったですということでね。はい、いただきました、すごいね、おといねっぷそば、相変わらずね。これこれから野田とかね、界隈、あとキラキラ館内で流行りますから、おといねっぷそば。いや本当に一回はね、みんな食ってほしいっすよ、おといねっぷそば。通販で取り寄せられるので、まあよかったらちょっとね、取って、食べてみてください。非常に美味しいのでね、柿沼さんの投稿にもネット通販の、ところを書いてありますのでね。まあファンキー利根川、また山田さんこっちに来る機会があれば、まあその時に買ってきてもらおうかななんて思ってますけどね。はい、これは鳩谷博さんからいただきました。数年前に関宿城で、関宿城博物館ね、
で同じ症状のタヌキを見かけました。市に連絡して何とかならないのかと相談したところ、市ではそのような対応はしていませんと迷惑がられた経緯があります。関ヶ戸城博物館付近は、子供も大人も大勢訪れます。見かけたのは夏でして半袖半ズボン等で、草が伸びた土手走ったり、する、とそこらから感染かっこダニ、感染する恐れがあるので提案したのですがね、非常に残念でしたということでね。これちょっとニュースでやってましたね。なんかダニに、まあね、感染したというか寄生しちゃったタヌキが毛が抜けちゃってさ、なんかちょっと違う動物みたいにこう見えたというね、そんなあるんですけどね。ちょっとこうね、気をつけたいところですよね。柿沼さん、3年前には江戸川土手付近に狐も目撃されているので、これからの季節江戸川土手付近は、注意しないといけませんねということでね、ダニが、なんかマダニっていうんだっけ、なんかすごいね、あれすると、ね、死んじゃうぐらいなんか強烈なダニとかも、結構今ねいるっていうことで、だからワンちゃんとかこうお散歩をするにもこう気をつけてね、お家帰ってきたらちゃんとブラッシングしないとなんて、こんなニュースも見ましたけどね。鳩ヶ谷博さん、動物愛護なんちゃらで手を出せないのかなって書いてあるね。はい、というわけで、角田達彦さん、獣類から媒介するダニ類は子供から死ぬ、子供なら死ぬ可能性大なので触らなくても草むらも要注意ですねと。はい、皆さんも、ね、土手あたりに行って、まあこれからねいろいろ、なんかそういうね、土手でイベントなんか花火大会とかさ、ね、結構土手とかでやりますからね、まあそんな意味ではまあ注意したいなという、そんなところでございます。はい、皆さん気をつけてください。はい、これはファンキー利根川男の昼飯局長編ということで、はい、今日昼飯、ちょっと今日ね午前中から動いてたもんで、ファンキー利根川には珍しくたまたまなんかイオンモールちょっと寄ったんで、フードコートですき家の牛丼ランチ食いましたよね。550円で腹いっぱいだな、ごちそうさんでしたと。はい、ありがとう。バニーさん、僕も那須の行き帰りの途中よくすき家に、ピットインしますということでね。はい、ありがとうございました。安いよね、ね、牛丼並み、あと味噌汁と野菜がついて550円、もう安い時代だなというこんな感じでございました。はい、平井和成さん、今日ねうっかりしちゃったんだよな、途中まで頭にあったんでちょっとね今日柏市内をね巡回してたんですけど、なんだあっちの柏田中の方とか行ったんだよ。あと柏西原とかさ、絹江餃子うっかりね、なんかちょっと午前中だったから昼ぐらいだったらね探して買おうかなっていうのあったんだけど、そしたら平井さんが絹江餃子に行って、餃子丼食ってたという、そんな情報が出ておりましたね。はい、どうもありがとうございました。絹江餃子、これは流山のおなぎさんから、いただきました。ありがとう、これいいですねということで、これは野田市の広報、図書館講座、日本の平和を礎を築いた鈴木貫太郎王と高夫人、
現在、図書館講座への参加者を募集しております。ご興味のある方はぜひご参加くださいということでね、これは内容、郷土の偉人鈴木貫太郎第42代、内閣総理大臣、とその、夫人、高尾、足跡を知られざる、エピソードを交え、ご講演いただきますということで、平日なんだよね。6月29日の木曜日の2時から、4時まで甲府図書館2階会議室という、25名先着順ということでね、いやーなんかちょっと行きたいなーなんて思うんですけど、なんかちょっと平日がね今動けないんで、興味のある方は、まあ、ちょっとね先着25名なので、あーねちょっとどうかなと思いますけどね、よかったら申し込んでみてください。はい、鈴木貫太郎、王の関連の情報が出ておりましたので、皆さんよかったら行ってみてください。Facebook ライブ、安野さん、京子さん、どうせならひだんさんの会社の株を全部持っていきましょうな。安野さん、ひだんさん、安野さん、柏の、特産品の株ならある。マリノルさん、美味しくない、パンの耳だけ机の奥に、押し込んで忘れてカビカビにしてしまう輩が多くて問題となり、巾着袋を入れて各自持ち帰りを義務付けられてた。そうなんだ。ひだんさん、小学校の頃利根運河の土手で面子していたら草むらに狐とかじゃなく、どこかのお兄さんとお姉さんが何かやってたなって書いてあるね。はい、ありがとうございます。これはね、まあいいや、このあたりいいかな。はい、そうなんだ。またなんかね、平井さんがFacebook の方から制限かけられちゃってんですよ。昔になんかシェアしたやつのシェア元がなんかわかんないけど、別になんか特段問題ないねやつを投稿だったみたいなんですけどね、なんかそれがなんか引っかかってて、でそれをシェアした人が制限かけられちゃってるっていうね。でチキチキにもキラキラにも多分上げてたので、今度はねキラキラ分で確か1ヶ月間の投稿、投稿できんだけど、ファンキー利根川が承認制な感じなんだよ。で、ちょっと平井さんにはご不便をおかけしますが、はい、よろしくお願いします。はい、そして平井さん、市内青朝空情報三顔の汗ということでね、はい、どうもありがとうございました。一言つぶやき、時間の関係でお名前だけのご紹介とさせていただきます。中島雅人さん、どうもありがとう。でも母ちゃんと2回目の結婚記念日だけどなんて、何を買って帰ろうか考えてますね。おめでとうございます。はい、平井和成さん、どうもありがとう。雨は午後まで続くのでお気をつけて過ごしください。はい、黒川とっこちゃん、どうもありがとう。今日は主人と都内行きます。息子は仕事の合間に合流して父の日ランチ、いいね。はい、みんな忙しいからなかなか一緒に会えませんということでね。そうですか、父の日ランチ、いいね。はい、太田信俊さん、どうもありがとうございます。はい、友幸さん、どうもありがとう。中村俊明さん、どうもありがとう。飯村太志さん、どうもありがとう。倉持るっこちゃん、どうもありがとう。保坂よしえちゃん、どうもありがとう。タンポバニー剛さん、はい、ありがとう。冷蔵庫の作り置きのカレーを火を通したので、ついでに今日は朝カレーということで、はい、ありがとう。染谷健さん、from 岡山、どうもありがとうございます。今日岡山は天気悪かったのかな、よくね、天気大丈夫だったんですね。はい、以上、
一言つぶやき、どうもありがとうございました。はい、そんなわけで今日もどうも皆さん、遅くまでお付き合いいただいてありがとうございます。あれ、これは昨日のやつか。安野さん、昨日晩ご飯バターライスのオムライスに100円、ショップで購入したインスタントのハヤシライスソースをトッピングなんて書いてある。はい、どうもありがとうございます。はい、チキチキ情報局以上。すいません、なんか今日はちょっとバタバタしててね、ちょっと明日ちょっと早めなんで朝申し訳ないです。はい、Facebook ライブコメント、これ何、川島さん、マリノルさん、私もやりました。あ、パンの耳残すの。ファンキートネガーをね、ガンガン食っちゃいましたね。これは、はい、山田翔海さん、なるほど、シェアしただけでそんなこと起こるんですね。なんかすごくね、Facebook が怒ってるんですよ。で、管理者のとこまで来て、なんかしないと、なんかコミュニティを、なんかブロックするみたいな、なんかそんな、脅しみたいな、ね、ことも来てたんですけど、ね、なかなか難しいですね。山田さん何、鈴木まろかちゃん桜なんて書いてあるの、なんだろうね。はい、ありがとう。あれだよ、今年はあれですよ、勝浦に行くので、あれは勝浦の方でしょ、山田さん、なんだっけな、遥か房州寺に出て、歌詞に出てくる、沖津の浜、一回ちょっと行ってみたいなって思ってるんですけど、沖津の浜ね。はい、じゃあキラキラ、もうちょっとごめんね、時間来ちゃったので、すいません、さっくりと、ざっくりと読まさせていただきます。はい、まあ今週最後なのでね、一応ざっくりやっていこうかなと思ってます。ごめんなさいね、もうほんと10時で終わりにしないかなと思ってたんですけど、今日はね、なんか盛り上がっちゃって、給食の話でちょっと盛り上がっちゃったのでね、ちょっと急いで、進めさせていただきます。はい、山田さん、今夜の晩御飯ということでね、はい、茂原市の青野さんの秋田小町、畑で採れたじゃがいもと玉ねぎ使ったポテトサラダ、そして八九の、味噌汁、八九の煮物です。ポテサラはじゃがいもがやたら、うまいので最高の出来になりましたということでね、もう山田さん持ってきてください、なんか美味しそうでいいね、いいもん食べてますね、もう素晴らしいです。はい、たけのこも食いたいね、まあでもこの間やぶやさんでいただいたからいいかな、はい、山田さんどうもね、ありがとうございました。またよろしくお願いします。はい、これは安野さん、東金紹介ということで、 YouTube に動画上がっていたので、シェア、コメント欄の廃墟だと思って、思っていた、いても普通に人が住んでいる場合があるので注意を笑ったなと書いた、はい、なんかあるね、はい、ありがとう。これはいいや。はい、そしてさっき入ってくれたセイミヤマイちゃん、明日イベントかな、なんかあるね。はい、市内イベント情報ということで、いよいよ、明日10月10日土曜日は東金市のイベント第1回リルーム、マーケットを略してリマケ、ね、はい、昨年までの手作り楽市は10回で終了し、今年から新たなイベントになりました。東金初出店のキッチンカーさんも3台来ます。美味しい焼き芋屋さんに唐揚げ屋さんや、ピザ屋さん、ミートソース専門店も来てくれます。私もは、頑張って育てた多肉植物や手作りの鉢を販売しますよと。
メンバーの工藤敦美ちゃんも美味しい焼き菓子を作って出店してくれますよと。はい、お近くの方でぜひフラッと遊びに来てねということで、東金を盛り上げてください。明日は天気が微妙ですが、キッチンカー以外は室内で楽しめますということで、はい、雨天結構好天中止となりますということでね、はい、東金市のリルームスタジオで開催のイベントでございます。まあ天気なんとか持ちそうじゃないですかね。なので、ね、盛り上がるといいかななんて思っています。はい、まいちゃん頑張ってますね。はい、皆さんもし時間のある方、よかったら東金リルームスタジオの方に足を運んでみてください。よろしくお願いします。はい、インスタグラムライブリアルタイムご視聴どうもありがとう。ホワイトスモーク RG さん、こんばんは、お疲れ様です。よろしくお願いします。はい、というわけで、ね、ん、はい、これはなんで山田さん、ん、うまいラーメンでしたんで書いた、ね、これは大網白里市情報、やっぱり真面目にきちんと作ったラーメンは美味しいですね、ぜひおすすめします。大網白里渡辺商店、よろしくお願いします。ラーメン美味しかったです。この間もいただきましたけど、いろいろマスターこだわりがあるという、そんなところでございます。コメント岩瀬恵子ちゃん、ね、よしこちゃん、恵子ちゃんでいいのかな、はい、おはようございます。雨ですね。渡辺商店さんには行きたいと思っていてもなかなか行けず、今日は何時から営業んですかねなんて書いてあるね。17時からです、ね、とにかく料理は手を抜かないので真面目な味を堪能してください。私がうまいというものは間違いないですよね、うん、本当にね、あそこのマスター本当にあの真面目にね取り組んでるという、そんなね方でございます。はい、大網白里渡辺商店よろしくお願いいたします。はい、それでは東金一言つぶやきざっとご紹介。菅原茂木幹弘さんどうもね、ありがとう。小川雄三さん、今ベトナムハノイに来ています。ベトナムは2時間の時差があります。ただいま、昨日の夜からね、夜11時30分日本は、午前1時30分ですね、ベトナムハノイ36度、暑いね。はい、皆さん良い一日をということで、はい、メツサーシュミットさんおはようございます。本日もよろしくお願いします。秋葉ひろしさんもどうもありがとう。はい、平井和成さんどうもありがとう。ともゆきさんどうもありがとう。滝川幸子ちゃんどうもありがとう。今日は三連ちゃんのお仕事最終日、気合入れて頑張ります。浅沼香里ちゃんどうもありがとう。雨ですね、風も強い、お仕事頑張らないと。はい、中村俊明さんどうもありがとう。奥義ブギー純平さん、今日は仕事休みなのでゆっくり過ごそうと思います。川島良一さんどうもありがとう。奥義メリープ陽子ちゃん、朝食食パンヨーグルト野菜ジュース、ね、ファンキーとながもちょっと寝る前野菜ジュース飲んで寝ます。はい、そして市原優子ちゃんどうもありがとう。あさってのコーラスの発表会に向けて2団体最後の練習ということでね。はい、そして安野俊夫さんおはようございます。案の定、昨日の業務用冷蔵庫移動で体中がバキバキですという、大丈夫かな。はい、山田さん、こんにちは。明日の準備ということで、明日はいすみ楽市か、ね、お疲れ様でございます。はい、飯田道夫さんどうもありがとう。皆さんお疲れ様です。リハビリ頑張ってきたので晩酌一杯やってます。はい、どうもありがとう。渡辺博ちゃんこんばんは、お疲れ様です。今日は休みでしたが、特養を含む3件の、介護施設、申し込みに行ってきました。帰ってきたら眠くなって寝てしまいましたということで、はい、今日も一言つぶやき皆さんどうもありがとうございました。
なんでこれ、山田さん偽ファミペイに注意なんていうことでね、注意喚起の、投稿が出ております。皆さん読んどいてください。あと山田さんなんかうまいスイカ食ってんね。山武市、川島さんちのスイカですなんて、美味しかったな。そうなの、わからん、山武スイカ、あー別な川島さんね。山武のスイカもなんか美味しそうですね。そうですか。はい、だんだんねこう夏になってきましたね。もうスイカということで、食べたいですよ。はい、山田さん、操作ミスでオープニングに、かけてた鈴木まろくさんの歌に反応してコメント打ってしまいました。明日のイベント出店の積み込みしてましたなんて書いて。はい、お疲れ、ね、まあまあ明日はなんとかなるのかなというそんな感じですけど、ね、はい、よかったです。まあそんなわけで今日はすいませんね、ちょっと足早に、やらさせていただきました。どうもありがとうございました。もうだいつもね、終わってからの、20分とか25分をこれからちゃんと考えて、時間進行していかないと、まあ、結局、ね、前後がやっぱり、ね、3、40分は必ずかかるっていうことを頭に入れていかないと、ね、でペース配分していかないとなという、ね、そんなところでなんですけど、まあさすがにね3時間はなかなか喋れないですけど、まあなんか連休とかあれば喋れますけどね。あ、で一応まあ今週はまあ今日でおしまいということなんですが、日曜日の昼間まあ1時からかな、まあ野田の詩法を読むということで、ちょっと読む、内容をね今日ピックアップしておきましたので、まあ時間のある方はよかったら日曜日の1時ぐらい、1時かな確か、から、生放送していこうかなという、今回は京子局員が、ね、ご家族でコンサートに、行かれるということで今回は欠席でございますので、申し訳ないんですけどファンキー利根川が一人で、真っ昼間から真っ昼間からお前男の話なんか聞けねえよっていう、そんな方も いらっしゃるかと思います。まあ別にいいです、アーカイブ聞いてくれればいいです。特に、まあ、野田市内の方ね、町の司法を読むというそんな番組でございますのでね、まあちょっと10回ぐらいやったらちょっとよその地域のやつとかも、少し手を出していこうかなという、そんなことをちょっと考えていますのでね、どうぞよろしくお願いいたします。はい、まあね本当に夏、まあいろいろお祭りやらね、イベントやら、まあ、今年は結構ねどこもこう賑やかにやられるのかなというそんなところありますね。またなんか皆さんねもう情報が入りましたらどんどん、書いてね PR していただけるとありがたいかなと、そんな風に思っています。まあファンキー利根川もちょっと本当にね申し訳ない、いろいろ忙しくて今日もね午前中はちょっといろいろぐるぐる柏市内回ってましてね、結構な時間かかっちゃってさ、ね、2時間3時間近くなんかうろうろしてて、でまあイオンで飯食って帰ってたんですけど、で今度はちょっと知り合いがなんか携帯電話乗り換えたら電話帳とかなんか映すなんか電話が壊れちゃったらしくて、で機種変したらなんか電話帳がなくなっちゃって、ただその前の前の代の携帯をちゃんとね保管されてる方で、データがね電話帳データだけあったので、それを載せ替えて、そんな作業を今日したりとか、あとあれやっときましたよ、昨日だったか一昨日も喋ったんですけど、なんだ野田の、市民活動支援センターっていうのがあるらしくて、ボランティアセンターみたいなよくわかんないけど、だからそこにチキチキ情報局で登録をかけときました。でまあ一応必要書類はなんかメールで、OK だったので、まあそれを
さっき出しといたので、まあわかんない、ね、登録してくれるかどうかはよくわかんない、どういう審査があるかどうかわかんないけど、なんか電話かかってきてどのコーナーって書いてあったけどね、まあとりあえず申し込みだけはしときましたのでね、まあ申し込んだからって、ね、別にうちらは変わらないんですけど、まあ一応ね、野田市の団体ということで、まあちょろっとだけね、存在感を出していこうかなと、3300人って会員数って書いてあったからもう思いっきり書きましたよ、3300人って何の団体だってね、もう本当だよ、もう政治団体じゃない、そうじゃない、そんなことで、まあ、いいや、はい、まあ少しずつね、口にしたことはちょっとずつでもやっていこうかなと、そんな風に思っていますので、どうぞ皆さんもね、これからも、みんなで盛り上げていただけたらなという風に思っています。一応まあだから日曜日はそんな感じで昼間の放送、まあ明日明後日の夜はちょっとわからん、まあね、夜元気に起きてればわからない、また放送やるかもしれないですけど、で、まあ一通り、一旦休みということで、よろしくお願いします。でも投稿の方は休まないでくださいね、皆さん、ビシビシ、投稿、ね、ガンガン投稿、よろしくお願いします。はい、山田さん、リアコメ、美味しいスイカでした、1500円でしたというね、いいね、早いです、もうこの時期にねスイカを食べるという、はい山田さんどうもありがとうございます。あ、小柄さん、日曜日のテキストバッチリ揃っていますということでね、一応まあ1時からまあ予定でございますのでね、まあ若干ずれ込むかもしれないんですけど、またギリギリで告知入れますから。ごめんなさい。インスタグラムライブ、ああもう終わり、ごめんなさいね、終わりなんですけど、豆豆こまめこまめおさん、豆豆こまめおさん、どうもありがとうございます。リアルタイムご視聴ありがとう、よろしくお願いします。はい、じゃあ皆さん今週も1週間どうもありがとうございました。でちょっと水曜日はお休みさせちゃって、ね、お休みしてしまいましたが、まあ無事に、金曜日までやってこられましたので、ね、どうもありがとうございます。まあ放送ない日もね、投稿板の方は、365日24時間書き込めるようになっておりますので、皆さんビシビシ、投稿、で街を盛り上げていこうかなと思います。はい、あ、岡田さん明日通院なのでお先に失礼します早いねもう終わりだよ。じゃあ皆さん、また、来週、まあ、野田の方は、日曜日の午後からの、司法を読む、こちらの方もどうぞよろしくお願いいたします。はい、まあ、そんな感じで、今日はどうもありがとうございました。ね、いろいろ懐かしい話で盛り上がりました、どうもありがとうございました。また来週も、ね、有意義な、放送ができるように、日々精進、ファンキー利根川頑張っておりますのでね、皆さんよろしくお願いします。ぜひ、ファンキー利根川の、演説会、ね、集まっていただければ嘘です、嘘です。でも毎晩あれだよね、演説会やってるみたいだよね、本当だよ、ありがとうございます、いつもご視聴いただきまして、今度あれだから、ファンキー利根川のタスキかけてやるからよ、ね、ファンキー利根川って書いてね、嘘です。はい、黒川とこちゃん、山田さん私スイカ大好きですので、町内の友達の中では有名ですので、友幸さんどうもね、1週間お疲れ様ありがとう。
近藤道明さん、あ、お疲れ様でした。明日は最後まで、え、今日は最後まで視聴できました。おやすみなさい。おやすみ、また来週かなということでね、まあ一応来週ということで、なっています。どうもありがとうございました。 A ちゃんどうもね、ありがとうございました。今日よ、あ、 A ちゃんさ、今日あれだよ、あの初めてあそこのほら、JA のさ、ガソリンスタンドでガソリン出たよ。安かったよ、あの田中のところ の、 あのガソリンスタンド交差点のところ、安かったです、扇メリープ陽子ちゃん、お疲れ様でした。おやすみなさい。どうもありがとう。黒川とこちゃん、皆さんありがとうございます。おやすみなさい。どうもありがとうございました。山田さん、おやすみ、お疲れ、明日頑張ってね。はい、信之もどうもありがとう、また来週ね。はい、マーリノルさんどうもありがとう、皆さん良い週末を、はい、トコちゃん、近藤さん、おやすみなさい。はい、それでは、今週も1週間どうもありがとうございました。そして今夜も最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました、ファンキー利根川お気持ち、来週月曜日でございます。またどうぞよろしく。そして日曜日の午後は、野田の司法を読む、そんな番組ありますのでどうぞよろしくお願いいたします。ごめんなさいね、今日はちょっとねバタバタしちゃったんですが、足早でね、進めさせていただきました、申し訳ないです。またねゆっくり放送できるときはゆっくりやりますのでどうぞよろしくお願いいたします。はい、というわけで、近藤さん、黒川さん、おやすみな。はい、バニーさんどうもありがとう、おやすみなさい。京極員おやすみ。はい、トメフさんおやすみ。 A ちゃん、気楽寿司のところの JA レギュラー152円でしたね。そう、あのカード入れると ね、安い。はい、ではまた皆さん来週お会いしましょう。今夜もどうもありがとうございました。ファンキー利根川お気持ち、以上をもちましてお開き、閉店でございます。それではまた来週、どうもありがとう、おやすみ。ここまでのお相手は千葉県野田市チキチキ情報局、千葉県東金市キラキラ情報局、局長&しゃべる管理人。それでは皆さん、ご唱和よろしくお願いいたします。いきますよ。夜の市長、みなぎる男、ビッグマグナムファンキー利根川でございました。はい、それでは、ね、最近今週もパワープレイでお届けしてまいりました、野田市のお隣茨城県、境町のシンガーソングライター風見静香ちゃんの負けるもんかを聞きながら、今夜もお別れでございます。はい、本当に皆さんどうもありがとう。マリノルさんおやすみ。信之どうもありがとう。ソフト麺食いたいということでね。はい、岡田さんも朝寝坊しないでね、行ってね。はい、じゃあ本当に1週間どうもありがとうございました。本当にいつもどうもありがとうございます、感謝しております。 Thank you so much。 おやすみなさい、バイバイ、また来週。
は自分で作るんだ。たとえどんな困難な状況もこれはチャンスだ、掴み取るんだ。できる、やれる、好きじゃない、今を見るんだ。狙って描いて突き進もう。負けるもんかって声を出して、そう自分はできると信じて。たとえどんな困難な状況も私は勝つと決めたんだ。できる、やれる、負け顔なんかするなよ。笑って吹き出て楽しんでこう。よっしゃ行くぜ。はい、どうもありがとうございました。ファンキー利根川お気持ち1週間皆さんどうもありがとうございました。はい、ツイキャス、あーごめんなさいね、チカライダーさん from 宇都宮、リアルタイムご視聴どうもありがとう。こんばんは、お疲れ様。酒を飲んで文章を作成しながら聞いて、今すごいよね、文章を作ってね、え、うちはあの台本ないんですけど、ね、え、見習わないといけないですね、台本ちゃんと作んないと、ね、え、お疲れ様です。自分のツイキャスは、22時55分からやりますということ。あ、お疲れ様でした、ね、え、お疲れ様です、頑張ってください。ちょっとね、明日朝からちょっと動かなきゃいけないので、今日はちょっと早めに終わりにして、寝なきゃなっていう、そんな感じで、今日は早め終了ということでね。はい、チカライダーさんこれから放送ということで頑張ってやってください。はい、チカライダーさんありがとうございます。うん、こんばんは、文章とキャスの原稿を、交互にやっても、お疲れ様です。そうですか、ね、文章を書かれる方です、素晴らしい、はい、頑張ってください、お疲れ様でございます。はい、そして Facebook ライブ、山田さん、スイカ大好きな黒川さん、山田さん日曜日なのに司法を読み解くしようってね、司法をやりますので、まあそんなに長くやらないですけど、まあちょっと要点だけ、さすがにちょっと一人なのでね、なかなか大変なので、まあちょっと小出しにやっていこうかなという、はい、司法野田を読むという斬新な番組でございます。はい、社会貢献番組でございます、よろしくお願いします。はい、まあそんなわけで今日もね、ありがとうございました最後まで、またね月曜日来週からも、またガンガン放送をね、盛り上げていきたいなと、こんな風に思って、まあ週末は、まあ、基本放送ないので、まあわからんよ、タイム時間ねあればちょっと喋るかもしれないんですが、皆さんは投稿したりとかね、Facebook グループ、ね、チキチキ情報局、そして東金キラキラ情報局、そちらの方へ投稿していただいて、ね、皆さんで、よろしくお願いします。あとイベント、なんかも週末かけてねあるみたいなので、どうぞ皆さん足を運んで、ね、盛り上げていただければなと、そんな風に思っています。はい、まあそんなわけで週末ちょっと、まあ、日曜もちょっとなんか雨降ったりするんだけどね、まあみんな楽しくいきましょう。はい、じゃあ1週間どうもありがとうございました。はい、山田さん、市長、明日は一緒に早起きしましょうなんて。はい、皆さんおやすみなさいと。はい、おやすみ。じゃあね、今週も、ありがとうございました。以上をもちまして、ファンキー・利根川、お気持ち。はい、すべて終了です。じゃあ皆さん、早めに寝ましょうね。
あ、久しぶりですね、なんか10時台に終われるの、ね、はい、どうもありがとうございました。また月曜日、以上です。おやすみ、失礼します。